疲れ様です。お疲れ様です。今日は爆食の現場に来てるんで、はい、はい、ちょっと現場の撮影に私登場するのはちょっと珍しいですけど、はい、はい、ちょっと結構すごいおしゃれなお宅で、そうですね、で屋根の、まあ、壁しか塗ってないんですけど、屋根は塗ってないんですけど、はい、まあそんなところのもう斜面とかもあるんで、はい、家のすぐそばに、まあ、そういうところの現場の様子とか撮れたらなと思って、はい、すごいのどか、やばめっちゃのどかなところじゃないですか。愛知ですよね。そう、愛知県やけど山奥のところでなんか神社もあるし。え、神社あるんですか。まあ爆速といえばみたいなところはありますけどねなので、まあちょうど爆速さんの現場なんで、はい、まあ、ちょっとね現場の様子を撮ろうと思います。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。え、暑いね。ちょっとトラックがここの上に乗せれないんですよね。乗せれないと走れないんですよね。だから全部運んでもらってるんですけど。物料金ですけどね。あ、物料金ですか。物料金です。マジっすか。まあ、そうですね、人数もなんかいっぱい入ってくれたんで組むときめちゃくちゃ大変でしょ。組むとき5時ぐらいまで変わっとんね。毎回毎回往復。そうそうそう、すごいですね、ちゃんときちっと並べて。どういう動画？普通に、はい、なんか斜面とかあるんで、そういうところの現場を撮ろうと思ってきました。あ、結構きついですね。結構きついのがこの坂、これをこんな重い荷物持って運んでくれるんで、本当に本当に感謝です。ダメ感謝です。感謝絶対してないやつの感謝。え、なんて感謝絶対してないやつね。いや、してますからね。感謝してないというか、ちょっとひどないですかマジでひどい。気持ちいいよね、風が。涼しいですよ ね、 すね、ここ。お前休憩してもん。もう働く気なくなりませんね。ない。ゼロ。今日三軒回りだけどゼロ。あ、そうなんですか。今日三軒回り。誰4人連れてきたんて。あ、そうなんですか。やば。何が。急っすね。やばいっしょ。ちょっとお尻治ったんですか。お尻粉瘤昨日病院行ってきて切って生み出してもらった。めちゃくちゃでかかったですよね。あれやばいっしょ。で今もちょっと腫れとんだけどさ、はい、まあ、また病院に生み出しに行かなあかんのだけど。もう完全に生んでたんですか。そう、なんか疲れとストレスでなるらしい。疲れとストレスですか。すいません、なんかお前のせいだ。なんかいろんなところにもできるらしいんだけど、はい、俺は血にできてこんなもんになっちゃってさ、血は。あの少年野球のオレンジボールぐらいなかったですか。あったね。ありましたね。あった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 。ここがなんですけど。お前のせいです、ストレス。ちょっとこれ割るんで、パリンって。こうやってさ、その割った現場三軒回りなのに。ビンタしてください。時を遡りましたね。そうですね。ちょっと時遡り思ったんですけど、はい、あのまあ今まあそこで爆速さんが私の現場を。の足は解体してくれてんですけど、はい、ちょっと私物損を起こさせようと思って、はい、私があの植木鉢あるんでこれちょっと割って、はい、これ超割れやすい植木鉢みたいで、はい、なんかそう超割れやすいらしいんですよ。だから今これ割って、はい、で爆速にやばい割っちゃったって報告して、はい、ちょっと戸惑わすみたいな。そうです、まあ、そういう体で、ちょっとお客さんも撮影協力してくれて。そうですね。そうだから、まあ、ちょっとお客さんにまず報告、まあ、お客さん超怖い人ってことはちょっとあの言っといて、その、はい、堀川さんに、はい、めっちゃ怖いから多分ぶち切られるし 殴られると思うぐらい言っといて、はい、でお客さんは実は協力者で、はい、最後ネタ明かしをお客さんにしてもらうっていう。そうですね。まあ、今回はちょっとキョドラしたいだけなんで、あ、そうですね、まあ、まあちょっと大げさにちょっと、うん、仕掛けていきます。まあ、物損が出たらまあどうなるかみたいな感じですね。そうそう、物損が出てしかもお客さんがかなりお怒りそうな様子だったらどうなるのかみたいな感じ。はい、じゃあ本当にするよ。じゃとりあえずカメラ置ける。なめてください。なめてください。舐めてください。お前もストレスになるぐらい粉瘤やっとるだろ。舐めてください。疲れたな。ちょっと誰がやったんす。誰がやったんす。いや、ちょっと私がちょっと誤って蹴っちゃって。やばいっすって。これはやばいっしょ。どうするんす。
とりあえず蹴ってるんですか。そうですね、そこに置いてあってちょっと蹴っちゃった、転がって。ベトナムはやってないですよね。あ、ベトナムはやってないです。はい、ちょっと営業に電話。え、ま、回します。カメラ止めた方がいいです。いや、止めた方がいいんじゃん、これ。これまずいっしょ。これ直せれんしょ、さすがに。止めます。事件だって、これも。ちょっと営業に電話、はい、話してもらっていいですか。僕が俺が言うの、はい、いや、僕らやってないですからね、でも。まあ、まあ、割っちゃったっていう事実を。まあまあ、いいですけど。ちょっと、番号知ってるんで、ちょっと、かけますね。いや、これやばいっしょ。これで高かったら、やばいよ、これ多分。そうですね、でも。年季入ってそうじゃん。もういいよ、俺、言っとくわ。あ、言ってくれるんですか、うん、全然いいよ。もうしょうがない。お客さんにいいですか。いいよ、いいよ。だって、ね。本当ですか。まあ、俺らやってないけど、まあ、はい、いいよ。全然いいよ。そうですか、ありがとうございます。ただ、ちょっと、ここの、さんが、まあ、元今もかもしれないですけど、なんかヤクザの方らしくて。現役 かもしれないです。なんか結構なんだろう、まあ、ここの営業、女の営業やったんですけど、結構なんか男にはめちゃくちゃ厳しいっていうか、結構男の営業だったらちょっとヤバそうな、怒鳴られてるんじゃないかってぐらいのちょっとオーラはあったみたいで、結構マジで、なんだろう、気が短いかもっていう感じの人で、怒ったらやばいかもみたいな感じらしい。まずいな。まあでも堀川さんなら多分大丈夫ですよ。いやでもなんかよく考えたらさ、俺ら終わってないじゃん。忘れます。そうね。でベトナムもやってないから、はい、俺言わんでいいんかなと思っちゃうけど。あ、さっき言ってくれるって。いやいや、違う。いや、考えたらね、そうなっちゃうよね。でもさっき言うわって。いや、さっきの話はもうないね、もう。え、ない、ね、さっき言ったよ、言いましたよ、買ってくれるっていうか、言うわみたいな言ったっけ。どうでしょう。まあいいよ、まあこれ面倒くさいことなので、まあ、営業に任せた方がいいさ。俺も言われとるで、リュウジ君から。まあもう営業に。そう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 、面倒くさいことは。とりあえず営業に言う。そうだね。うん。あれ、これ営業誰なの。営業さんですね。そう、じゃあ電話するわ。もしもし、あつです。今ちょっと現場で割っちゃって。信じてます。だいぶ怖かったですよ、ね、怖かったですね。かっこよかったですけど、ね、でもそうですね、かばってくれるって言ったけど、でもよくなってした瞬間、なんかいやいやいやみたいな風に言い出して、やっぱなすりつけてる。やっぱりそういうことは怖いですね。どうでした。なんか対処するって言ってたよ。だからもう大丈夫でしょ。大丈夫って言い方悪いけど、まあ話してくれるんじゃない。でもあれですよ、今割っちゃったから、もし在宅だったら今言っといた方が。やっぱ、ああ、そうだね、お客さんおる、多分いると思います。はい、まあ、言うか。まあ言うしかないですね。でも言わなかった方が多分やばい気がします。大丈夫です、ね、あ、塗り替え道場です。あ、ちょっとよろしいですかね。お願いします。あ、おはようございます。それでちょっとさっき足場解体中にですね、ちょっと足が当たっちゃって、こう割れちゃったんで。何、すいません。お前なぁ、そういうもんと知らんだぞ。そうですよね、すいません。いくらすると思っとんじゃん、お前。すいません。お前の大将誰じゃ。おい、お前か。いや、違います、僕ですね。お前か。はい。どうすんじゃ、これ。まあ、一応その営業と喋って弁償という形にはさせていきます。弁償するよ。同じもんがお前手に入ると思っとんのか。おい、そうですよね。ふざけたこと言っとんじゃねえぞ。おい、すいません。なんじゃこの、す
ません。ワンダーマンのこの体は。すいません。ええ体しとんだおい。はい。ええ体しとんじゃないかおい。すいません。出てるですね。嘘。どれ力強いし。出てるですね。出てるです。ちょっとお客様にもちょっと協力事前にお話ししてて協力してもらえることになって。殴れるんかなと思ったそう。え、ヤクザって聞いてどう思いました？いやもうこのこれ見たらもうヤクザでしょ。これ見たら。じゃあ。すいません。ああ、そのことヤクザだな。違う。すいません。これお前高いんだぞお前。ああ。また割り落ちたもう。どうしてくれるんじゃん。今度は僕らじゃないです。僕らじゃないです。高いんだぞ。すいません。怖かった。すごい迫真の演技を。してくれました。ドキッとしましたね。出てきた時。出てきた時は結構ガチでなりきってくれてると思いました。ほんまに。あの普通のあのいっぱい死んで。あれでしたね、ショック。一旦なんかなすりつけようとしてたけど。いやもうこ怖すぎてあれだね、もう。いやあのあれです、あの割って、うん、あのどんな接さんみたいな感じになった時に怖い人って聞いて。はい、言ってねえよ、なんか…あ、確かに。お前それカットしとけよ、お前。はい、カットしとけよ、お前。撮ってたんですよ、ずっと。ダメだって、お前。は？撮ってました。もうカットだって、お前。バレるから、ね。あ、でも最後、かっこよかったですね、なんか。最後もう、こう来てもう、こうやられたらもう無理でしょ。いや、僕じゃないんですよ、なんて言えんから。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、よし。では。ようやってくれた、ありがとう。では、なんか、めちゃくちゃ家おしゃれじゃないですか。あ、家すごいよ。すごいですよね。すごい。あの、かっこおしゃれでしょ、かっこいいでしょ。え、薪とかも。おしゃれです。そうそう、薪ストーブもあって。あ、薪ストーブあるんですか。あの、外壁はこう、すべて、あの、木で、あの、運んであるんで、やっぱこういうね、腕のいい職人さんに、しっかりと。ちょっとビビってるんですか。え、もう大丈夫。もう大丈夫ですか。もう、綺麗に。なんだ、新築そっくりさんに戻った。お、ありがとうな。ありがとうございます。ちょっとビビってますか。強いです。はい、まあ今日はまあ現場撮影とかいう体でちょっと物損起こしてお客さんに怒られさせてみました。爆速。そうですね。ちょっとすごい協力的な方で本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。非常に綺麗に丁寧に塗っていただいて、おすすめします。塗り替え道場。ありがとうございます。満足していただいて本当に嬉しいです。はい、では求人道場、職人になりたい人と職人募集している人たちのマッチングサイトと、あと施工店と外壁塗装をしたい方を結ぶマッチングサイトやっておりますので、そちらお願いいたします。お願いします。ぜひ弊社への見積もり依頼もお願いします。お願いします。はい、ではまた見てね。はいはい、またね。怖い。